ウォルト・ディズニー・カンパニー、ウォルト・ディズニー・スタジオ・ピクサー・アニメーション・スタジオ・ピクサー、アニメーション・スタジオは、アメリカ合衆国の映像制作会社。CGI アニメーションを産業としており、それを用いて、主に長編作品や短編作品などを、制作している。2006年より、ウォルト・ディズニー・カンパニーの完全子会社である。また、レンダリング用のソフト・レンダメンの開発も行っている。 ゼットバッファの発明者であるエドウィン・キャットマル1979年、ルーカス・フィルムが特殊効果を担当するイルムにニューヨーク工科大学からエドウィン・キャットマルを雇用し創立したコンピューターアニメーション部門がピクサーの前身である。この部門はスター・トレック・ツー・カーンの逆襲やヤング・シャー・ロック・ピラミッドの謎などに携わった。ヤング・シャー・ロック・ピラミッドの謎では 長編映画に初めて登場した CG キャラクターを手掛け、イルムに第58回アカデミー賞資格効果賞ノミネートをもたらした。1984年には短編作品、アンドレとウォーリー・ビーの冒険を制作し、ディズニーが長年培ってきたキャラクターに演技をさせるという手法を CG で表現した画期的な作品として評価された。 ピクサーイメージコンピュータその後1986年当時アップルコンピューターを退社したスティーブ・ジョブズが同社の株を売り払った資金の一部を流用し1000万ドルで買収ピクサーと名付けて独立会社とした買収の背景としてルーカスフィルムが CG 作成ツールの研究による現金流出を止めたかったこととルーカスフィルムの視点が CG 作成ツールより むしろ映画制作に移っていたことがあった。独立当時の経営陣は、キャットマル、アルビレースミス、ジョブズであった。当初のジョブズの目的は、政府や企業にピクサーイメージコンピュータという CG 制作用の専用コンピュータを売ることであった。ため、ピクサーは、ハードウェアと CG 用のソフトを開発、販売する会社としてスタートした。 その顧客の一つに、ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオがあった。当時、マイケル・ワイズナー CEO の元新しい体制となったウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオは、従来まで言っていた手間のかかるインクによるアニメーションの作画手法を、コンピュータとソフトを使った効率的な手法に切り替えており、キャップスというソフト開発の契約をピクサーと結んだ。この手法は、 ビアンカの大冒険ゴールデンイーグルを救え、から全面的に用いられ、美女と野獣では CG を駆使した画期的なダンスシーンも生まれた。その後、ピクサーは、ウォルトディズニーアニメーションスタジオとの関係を継続し、同社のキャップスの重要な技術参加企業になった。ピクサーイメージコンピュータの売り上げは芳しくなかった。 自社製品の優れた性能を宣伝するためデモンストレーション短編 CG アニメーションを制作していたピクサーのシャインジョン・ラセターは1986年のシゲグラフで短編作品ルクソー・ジュニアの公開及びレンダリングプロトコルレンダ面の提案をしたピクサーイメージコンピュータとソフトウェアを分離してソフトウェア部分を改良し フォトレアリスティックレンダメンとして販売を開始する。コンピュータ及びソフトウェアの売り上げは少なく会社の業績が悪化したため、ラセターのアニメーション開発部門は外部企業のための CG アニメーションのコマーシャル制作を始めた。ソフトウェアの開発にはお金がかかる上ハードウェアは思ったように売れず、単独では劇場公開されない短編作品では 工業収入も得られず、毎年100万ドルにも上る赤字であった。ピクサーイメージコンピュータ部門は、1990年に、ビコムシステムに200万ドルで売却されアニメーション、制作会社となり、社名も現在の、ピクサーアニメーションスタジオとなった。その後、ピクサーとディズニーは、CG 長編アニメーション映画の制作のため、2600万ドルの契約を行った。 1995年、ディズニーとの共同制作で世界初の長編フル CG アニメーション映画トイ・ストーリーを発表し、3億7000万ドル以上の興行収入を記録。1998年に公開された2作目の長編作品、バグズ・ライフも成功を収め、改めてピクサーの実力を証明した。2001年に公開されたモンスターズ・インクでは、 全3作品で、主に脚本作りに関わった、ピートドクターが監督を務め、イゴラセター以外の才能が開花、それぞれの監督の個性が反映された作品が生まれていく。2003年に公開された、ファインディングにもは、アニメーションに映画歴代最高の8億7000万ドル以上の興行収入を記録。CG アニメーションのトップランナーとして、ピクサーの名を、 不動のものにしていった。2010年には、カナダのバンクーバーに、死者ピクサーカナダを新しく開設した。そこでは、飛行機メーターや、偽物バズがやってきたなどの短編作品を制作していたが、開設から3年後の2013年に閉鎖した。2011年に、ジョブズが死去。2018年の社員に対する不適切なハグなどの、 セクハラ行為が原因となったラセターの退社や2019年のキャットマルの映画業界からの引退によりピクサーには創立者が不在となったドクターがラセターの公認として5に就任しキャットマルの公認としてジムモリスが就任したピクサーのすべての主要作品はウォルトディズニー・ピクチャーズと共同制作している開発やアニメーション制作 ポストプロダクションなどの制作面はピクサーによって行われ、配給や販売促進の配給面はディズニーによって行われ、またそのコストを負担している。ピクサー最初の長編作品、トイ・ストーリー公開後の1997年、両者は今後10年間後作品の映画で制作費と工業収入を均等にに分配する契約を行った。 また契約の際、映画及びキャラクターの著作権はディズニーが有し、分配後の10%から15%の工業収入をディズニーに支払うことも契約内容に含まれた。両者にとって、この契約は非常に有益であり、ピクサーの契約後の主要5作品は合計で25億ドル以上の利益を上げている。これは1作品あたりの工業で最も高い。 平均総収入に相当する。また、ディズニー本体の映画制作が振るわなかったこともあり、ディズニーの総売上げの半分近くを、ピクサー関連が占めるまでになった。ディズニーとの不調和は、1999年に公開された、トイストーリー2の制作時から始まった。この作品はもともとビデオ作品として作られていたが、制作中に、 劇場用作品に昇格された。そのため当初契約に含まれる5作品とは考えられておらず、ピクサーはこの作品を5作品のうちの一つと数えるよう要求したが、ディズニーはこれを拒否した。2004年の早い時期に両者は新たな契約合意に向けて協議を始めた。ピクサーは制作した作品の著作権管理を目指していたが、協議は 配給に関することのみであった。ディズニーとの配給交渉の局面で、ピクサーは、ミスター・インクレディブルや、カーズを含め、過去に制作した作品の著作権を引き渡すよう、要求した。さらに、ピクサーは、経済的自立を望んでおり、自社が制作した作品に対する融資と、工業収入のうち、ディズニーに対する、配給量15%を除くすべてを、 ピクサーの収入とすることを要求した。ディズニー、特に当時の CEO であったアイズナーはこれを受け入れなかったが、これにピクサーも譲歩せず他のスタジオとの提携も模索していた。これで両者の関係は終局するかと思われたが、すでに稼ぎ頭となっていたピクサーを手放すことに、ディズニーの株主たちが反発、2004年に、 アイズナーが2006年の人気切れをもって、ディズニーの CEO を退任することを表明した。実際には、アイズナーの退任は2005年に前倒しされ、2006年に、公認のボブ・アイガーとジョブズが、ディズニーが、同年夏までに、ピクサーを買収することで同意したと発表した。5月5日、買収金額74億ドルで、ピクサーは、ディズニーの完全子会社となり、 経済的自立という自社の思惑とは裏腹に、ディズニーの参加に入った。結果ジョブズは、ディズニーの個人筆頭株主となり、同時に役員に就任した。また、ピクサーの社長であったキャットマルは、ウォルトディズニーアニメーションスタジオの社長を兼務することになり、ラセターは、子として、両者のアニメーション作品を統括することになった。さらに、 ピクサー作品の著作権はディズニーが所有することになり、これに伴い、ディズニーが独自に企画していたトイストーリーさんもピクサーにより制作された。一方、カーズのスピンオフ作品であるプレーンズを呼び、プレーンズにファイヤーレスキューはディズニートゥーンスタジオによって制作された。ピクサーは脚本を12人で分業しており、 シーンごとに担当者をディレクターのような人が割り当てて行っている。それに加えて、脚本を練り込むのに時間をかけることで有名で、平均で1本2年から3年かかる。また、日本人も多く就労しており、2007年からは、堤大介が美術監督として就任し、トイストーリーさんなどを手掛けているほか、カーズニンにも声の出演をしている。 各作品の社名ロゴに登場する電気スタンドは1986年公開の短編作品ルクソージュニアに登場する同名のキャラクターである。公開予定の作品一部を除いたピクサーの長編作品に同社の短編作品が同時上映された。また2002年のマイクとサリーの新車で g 以降は長編作品の映像ソフトにおける ボーナスコンテンツ用としてスピンオフの新作短編作品を制作することも多くなっている。大抵の短編作品は同時上映された長編作品の映像ソフトにボーナスコンテンツとしてそれぞれ収録されるが2007年に発売されたピクサーショートフィルムピクサーストーリー完全保存版にアンドレとオーリー B の冒険から リフテッドまでの短編作品がまとめて収録されている。さらに、2012年には、ユアフレンドザラットから、ガツと少年までの短編作品が収録された、ピクサーショートフィルムボリューム2が、2018年には、レックスは、お風呂の王様から、バオまでの短編作品が収録された、ピクサーショートフィルムボリューム3が発売された。2019年には、 スパルクショーツという短編作品シリーズを順次公開することが発表された。これはピクサーに所属するアーティストやディレクターが制作した、独立した短編作品を集めたシリーズである。同年1月にエルキャピタン劇場でこのシリーズ最初の3作品、心を紡いで、ハイタッチ、猫とピットブルを発表した後、2月に YouTube にてこれらを公開した。また、 11月にアメリカ合衆国でサービスが開始されたディズニープラスでも配信されている。アカデミー賞では長編アニメーション賞をはじめ短編アニメーション賞や歌曲賞などを多数受賞している。1988年に発表した短編作品ティントイは第61回アカデミー賞短編アニメーション賞を受賞した。 1995年に公開されたトイストーリーの成功により翌年1996年にはジョン・ラセターはそのリーダーシップが評価され第68回アカデミー賞特別業績賞を受賞アンドリュー・スタントン監督のファインディングにもは第76回アカデミー賞長編アニメーション賞を受賞した続くブラッドバード監督のミスター・インクレディブルも 同賞を連続受賞その後も、快進撃は続き、ピート・ドクター、スタントン、バードがそれぞれ監督2作目を手掛け、レミーの美味しいレストラン、ウォーリー、カール・爺さんの空飛ぶ家がすべて、長編アニメーション賞を受賞した。同賞は、リアンクリッチの初監督作品となる、トイ・ストーリー3まで4年連続で、ピクサーの独壇場となった。 1999年に公開されたトイストーリー2では第57回ゴールデングローブ賞最優秀作品賞を受賞している。そして2009年の第66回ベネツヤア国際映画祭ではピクサーのアニメーション界への貢献を称えラセター、ドクター、スタントン、バード、アンクリッチらに栄養金に死賞が贈られた。その他ピクサー作品には 多数のトリビアネタが存在する。例としては、バグズライフで、バグシティがある、トレーラーハウスは、モンスターズインクでランドールが追放された、人間界と同じ位置であったり、レミーの美味しいレストランに登場するグストーという、レストランが、カーズニンにも登場していたりと、パターンは様々である。ありがとうございます。